平成25年12月29日、今年もあとわずか3日で終わろうとしています。本日は、ネクスコ東日本常磐自動車道、下り中郷サービスエリアに来ています。先日、同じ YouTuber の、消えない夜さん、こちらの方の、動画で、このサービスエリア内の測定を撮影しているものがアップされていました。我々も敷地内の空間線量はたまに見る程度であったため、本日は敷地内の線量や各種識別などをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは空間線量を測定しているので、早速見てみたいと思います。ちょっとね、見づらいと思うんですけど、ちょっと待ってください。ここまで絞れば見れるかな。はい、現在、中郷サービスエリア、常磐自動車道、中郷サービスエリアの空間線量は、0.27 マイクロシーベルトあります。まもなく各種の識別が、終わりました。こちらで識別された各種はちょっと見づらいですね。セシウムの137、セシウムの137です。引き続いて、サービスエリア内の売店の前に来ています。こちらは若干線量が低いかなと思います。では線量計の方を見てみましょう。売店前の空間放射線量は 0.16 マイクロシーベルトあります。さらに常磐自動車道を、北上し、関本パーキングエリアというところに来ています。こちらのパーキングエリア内の、空間線量の、撮影した動画も先日、消えない夜さんによって、公開されました。では我々も、こちらの売店の脇に喫煙所があります。ちょっと離れたところですね。芝とかがあるので、こちらのまず空間線量を測定してみたいと思います。それでは早速、パーキングエリア内の、ちょっと外れの方ですね、カメラの奥には東屋が見えます。こちらの周りは、木の植え込みや、芝があり、空間線量もかなり高そうです。それでは見てみましょう。こちらの空間放射線量は現在、0.56 マイクロシーベルトあります。続いて、売店前、売店の入り口のあたりに来ています。こちらの空間放射線量を測っているので、見てみましょう。先ほど測った場所と違って、こちらの方がかなり、放射線量が下がります。現在の放射線量は 0.17 マイクロシーベルトです。続きまして、常磐自動車道の上りに入りました。先ほど下りの関本パーキングエリアに、いたので、今度は
上りの、関本パーキングエリア内に来ています。それでは先ほどと同様に、こちらの空間線量と、各種の識別など測ってみたいと思います。それでは早速、カメラに見える、こちらの屋外用の、ベンチですね、屋外で、食事ができるように、設置されているベンチの前で、空間放射線量を測っています。では見てみましょう。地上高は約 1.2 メーターぐらいです。現在の、こちらの空間線量は 0.25 マイクロシーベルトありました。続いて各種の識別をしています。まもなく完了しました。こちらの、常磐自動車道、上り関本パーキングエリア内の、各種識別の結果はセシウム137、セシウムの137です。ちょっと見づらいですかね。セシウムの137が検出されました。さらに常磐自動車道を南下して、中郷サービスエリアに来ています。本日の、常磐自動車道、放射線の測定は、これが最後になります。それではこちらの、放射線量その他諸々を測定していきたいと思います。それでは常磐自動車道上り中郷サービスエリアの、空間放射線量を測定しています。早速見てみましょう。中郷サービスエリアの空間放射線量は 0.22 マイクロシーベルト、 0.22 マイクロシーベルトあります。続きまして、各種の識別を行っています。まもなく測定結果が出ます。出ました。測定結果なんですけども、セシウムの137、こちらも先ほどの関本パーキングエリア同様、関本サービスエリア同様、セシウムの137が検出されました。常磐自動車道上り中郷サービスエリア、こちらはご覧のようにかなり外れた場所に、このような敷地があります。いかにも空間放射線量が高そうなので今測っているところで、いますので、ちょっと見てみましょう。案の定空間放射線量高いですね。現在の空間放射線量は、1.16 マイクロシーベルトあります。